今年は帰省しないから伸び伸び。40代の私たち夫婦は子供がいない。旦那が原因だからこれからも子供はできない見込み。そのつもりで保険も入り先々は考えている。琴音は子供が3人いて義実家のある市に在住。子供がいるのがご自慢で会うたびに子供自慢してくれた。それは我慢できた。そういうことする人は他人にもよくいるから。ここ数年は困った攻撃が始まり、それが嫌だった。わあ困ったわ。お兄ちゃんたちに子供がいないとなると、お兄ちゃんたちの老後はうちの子が見なくちゃならなくなるんだよね。迷惑とは言わないけど困るわ。うちの子たちには自由に進学して就職してほしいのに、今から親以外にもおぶさる人がいるんじゃねえと言われる。一番最初に言われた時はびっくりして、旦那と共にちゃんと考えていること、義両親の介護も負担する用意があること、最終的に書類手続きにサインはもらうことはあるかもしれないが、金銭的に負担はさせないし、迷惑は一切かけないからと真面目に説明したのに、その時はそうなんだ、子供たちに負担かけたくなくて言ったことだから許してねと言ったくせに、次に会うとまた繰り返す。旦那が説明しただろ、迷惑はかけないからと言ってもまた言う。今年の正月は義両親まで言い出した。子供がいないのはしょうがないけど、製鉄に迷惑をかけるなよ。だって、旦那は脱力して、妹にも説明したけど、保険も入ったし、老後はホームに入るように貯金もしてる。墓地も気に入った場所の永代供養に申し込んである。どちらか残った方の書類手続きに、もしかして手を煩わすこともあるかもしれないわ。そのために遺産が行くように遺言もしようと思っている。親父とおふくろの老後もちゃんと見る。共働きだから労力は無理かもしれないが、ちゃんと負担はすると説明したら、義両親は謝ってくれ。琴音が義両親にうちの子たちを当てにしている兄夫婦に困ってる訴えたことが分かった。年賀に来た琴音夫婦を捕まえて義両親にしたのと同じ説明して、前にも説明しても同じことばかり言うのは書類にサインもしたくないってことだから、弁護士に依頼して一切関わりないようにするって言ったら、琴音が嬉しそうに、そういうもんよ、産まないのに人の子宛てにしちゃダメよね。だって旦那が少しは残すつもりだったけど、そこまで迷惑なら一切製鉄に残さないからと言ったら、琴音が何言ってんの、うちの子が唯一の身内じゃないの、もらうの当然じゃないの。だってそしたら琴音夫がたしなめてくれて、何もしたくないのにもらうものもらうなんておかしい、みっともないこと言うなよと言って夫婦喧嘩していた。今年は大晦日からホテルに泊まる。節約しているけど、帰省するのをやめたらお釣りが来るから、年に1回の贅沢です。義実家には、義両親と製鉄に落とし、ダマは現金書き留めで今日送りに行く。旦那はカンカンなので、もし私たちに遺産があったら、私の妹の子供に残すと遺言するそうだ。